これが激辛って言うけど全然辛そうじゃないよね。やっぱり防センサーおかしいで。お疲れお疲れ。いやラーメン、あラーメンラーメンラーメン、うん、この間柴さん食べてるの時に見つけて、うん、辛いの、うん、マリオリュウさんの、うん、行こう行こう、時間ないから時間、もう分かってる、行こう。ということで坊ちゃんやってきました。こちら名前何やったっけ。新萌だっけ。よう覚えてるよ。だって地元の山やもん。あ、そう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 、なるほどなるほど、そうそうそう。ということでこちらが新萌岳。これが激辛って言うけど全然辛そうじゃないよね。見た目全然なんか普通ラーメンやんこれ。せやな、なあ、うん、けどこってりやね結構。せやね、うん。で僕が頼んだのがマリオ背脂豚骨。何普通の食うとん。アンパイ詰めた。何普通の食うとん。ちょっとお腹いっぱいやね。なるほどね。ちょっとお腹いっぱいやね。っていうことでいただいちゃってください。はい。ではどうぞ。はい、ありがとうございます。お箸もね。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。いろいろサービスがいいね。当たり前やん。じゃあどうぞ。何よ。これ持ってきたから。もうえって。おじゃあ、興味あるからちょっと行きますわ。ほんまに辛いんこれ。うわ、うわ。うわ、すごいね、その粘土。じゃあこんなもんでいいかな。あ、なるほどね。これトロトロやで、ほんま。いただきます。何色変わらないけどやばいってやつ最初、うん、油が多くて全然わからんねんけど、おうおう、油がスーッとこう引いていくやん、うん、残る、あ、辛さが、なるほどね、辛さがそっからガッと、うん、じゃあ食べましょう。結構辛いよこれ。マジで。うん、いただきます。はい、これはこの油を混ぜてからの方がいいの。まあまあどっちもいいよ。あ、そう、うん、混ぜた方がいいね。お、ピリピリくるね。うん、でも普通やで。普通、普通か、うん、さようか。あ、喉にくるわ。後で油が引いていったらくるやろ。あ、美味しそうな麺これ。あ、太麺なんやね、やっぱり、うんうん、あっ、熱っ。辛いというか熱いね。ああ、なるほど、うん、この粘度の高いスープが、うんうん、熱い、うん、普通やん。普通やで、もう幅寝るぐらい余裕よ。さすがやな、うん、麺が食べることあるね、うん、この幅寝るスープにいっぱい絡めて、うん、チャーシューね、あ、おいしい。でも普通やん、全然普通のご飯、普通の食事会。結構さ、うん、ビビってたのこれ正直。だってね、ここやっぱりあのこってりがすごかったからね。そうそうそう、オリンポスが。そうやね、うん、うん、入ってきた瞬間あの店員さんに、あ、今日はオリンポス3杯ぐらい行くんですかとか言われてあれ3杯いったら死んでまうで。まあ多分1週間分のカロリー取れるから。さすがにさ、うん、ちょっと足りないんだよ。あ、辛さが。あ、いつもの感じになってきたね。やっぱこれぐらい赤くなかったら男は黙って赤く。なんで、なんで最初のサムネとの時にしてくれんかった。すいません。よっしゃ、あー、いいねこれ。これでまた一味変わったと思うよ。なるほど、スパイスが、うん、うん、やっぱりこれや、これ、うん、そのままいったら美味しいんじゃん。あ、このままね、うん、ついたまま、うん、どう、うん、あー、もうこれ完全に防センサー狂ってるな、うん。何なの、何でもって言って、何でもって言う。まだ行く。これさ、うん、こうしてさ、うん、こうしてさ、うん、うわ、真っ赤、うん、
うん、これ最高。だって豚の脂が甘いじゃん、うん、それにこの一味のパンチ力よ、うん、たまらんね。でこのこってりスープ。なるほど、うん、今日これここまでちょっとこってりやったら会員ちょっとしんどいね、ある意味。あ、ある意味ね、うん、でも大丈夫よ、多分食べきる頃には半分ぐらいなくなってる。うん、連れて行ってくれねんな。そう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 、このスープを胃にいざなってくれねんな。うん、めっちゃ絡んでるもん。これ全然絡まない。普通のさ、ヒリヒリ言いながら食う。あ、そう、うん、やっぱり、うん、辛い。さっき聞いたお店の人に、うん、ハバネロが入ってるらしいね。うん、ちょっとけどハバネロって聞いて、うん、ビビってたよ。この間さ、あの生ハバネロあれの破壊力にビビってたんだよ。やっぱりね、唐辛子は生で食べるもんじゃないの、多分完熟してから食べるもんちゃう。そうやな、うん、うん、でもマリオ流来て普通のラーメン食ったん初めてや。それはそれですごい。チャーシューも美味しい。だってそれで富士山と同じぐらいって言ってたっけ。うん、違うか、どこやったっけ。さあ霧島と一緒言ってたね。あ、粘土がね、うんうんうん、ちなみに、うん、豆知識で言うと、うん、霧島と新萌岳がお隣さんぐらいの位置にあるから、うん、あ、なるほど、うん、そうそう、連なってんねんこう。へえ、うん、ちなみに霧島は、そうそうそう、日本一こってり。おお、なるほど ね、うん、日本一こってりです。で、うん、新萌岳は日本一辛いということで、あ、こってりの辛い、うん、あ、なるほどね、いいんじゃない。全部僕が食べたことあるのは霧島は食べたことあって、うん、で富士山も食べたことあって、うん、チョモランマ食って、うんうん、最後あのオリンポス行って撃沈した。なるほどね、うん、結構来てるね。結構来てる。ちなみに食べやすさレベルで言うと、うん、オリンポスの方が食べやすい。あ、なるほど、うん、チョモナンマはチーズ入ってるから。それたらたら好みの問題じゃん、うんうんうん、辛さがやっぱりその油でコーティングされてるから食べやすいんやろね、うん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 、これ誰でも食べれるよこれ。無理やって。無理無理無理、十分辛かった僕は。でもこれね、うん、本当にペヤングの極ケギからやる、全然甘い。あ、それはそうやね、うん、それはそうや。あれだって僕氷、10分ぐらい舐めとったもん。ずっとゴリゴリ、ゴリゴリ言っとったもんね。食べ応えあるわ。この太麺さ、コシがあってね、美味しいね、うん、やっぱり棒センサーおかしいで。この前のあのペヤング、ほんま普通に食ったもんね。そやな、あれ次の日も食べたからね、俺。家で。プライベートで。うん、なんで？いや、あの、嫁はんが食べてみたいって言うから、うんうん、買って帰って、うん、嫁はんね、うん、麺2麺ぐらいが、これぐらいで撃沈したのよ。するする、絶対するよ。普通に食ってて、うん、美味しかったよ。酒のあてに、酒が進む進む。や、やめとけ、やめとけ。痛風なる、痛風。もうなってるけど。なってるよ。なってるけど、激辛と酒はほんま痛風を悪化させそうや。あの、多分ね、うん、ちょっとした辛みを引かすために酒飲んでるだけ、多分。酒が進むというか、おかしいよね。うん、そのサラサラ感でこれってないんかな。何、こってりちょっときついんか。なんかね、徐々に重たくなってきた。辛いとかじゃないね、スープが重たくなってきた。そりゃそうやわな、これ。だって、霧島と言ってた、結構来るよ。ちなみにこれね、マリオ製油豚。これが濃度7。あ、それぐらいがちょうどいいよ。7でこれやから、うん。このくらいが一番美味しい。そっちまで行くと、もうだいぶ煮詰めたな、みたいな。そうやな。うん、で、富士山行ったら、あ、もう来たな、みたいな。チョモランマ来たら、やばみたいな。なるほどね。オリンポス、あかん、これ、無理。限界ってなるから。
このこってりがやばい。美味しいんだけどね、うん、顔こってりやん、口の中までこってりだったら体の中もこってりやん。あのどっちが先に出れるか分からんけど、うん、僕ら今日こってりばっかりやで実はあの米田コーヒーって僕がこってりって連発しまくっとったからな。超こってりやから今日こってりの日やったこってりの日。あ、ようやくサムネの顔できた。サムネの顔できたあの辛そうなあの表情の顔じゃなくてキッツっていう顔であのサムネできましたありがとうございます。今日スープなしでいい？あ、もうなしでいいっすよ。あ、そう？うん、マジで？うん、飲むんかい。みんなが納得しないからね。やっぱなるほど、うん、実はカレー食ってんちゃーんとか言われるからなるほど、あいつ痩せや我慢して言い訳してて、いつもいつも我慢して飲んでたけど今日は我慢してへんでみたいな実は辛いのはあの我慢して辛くないって言ってあのスープを残すっていう、そう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 、高度なテクニックを使ったと思われる。うん、というか、うん、多分ハバネロが、うん、下に溜まってるあれ先生、トルネードの見表もしないですけど。あ、忘れとった忘れとった。マナマモとかやな。沈んでるよこれ。なんか下の方がね、うん、きつい。沈んでるというか分離してるというか沈殿してるというかもうそんなレベルよね、ここ。そうやな、うんうん、最後はちゃんと激辛やつ。あ、完食でーす。ごちそうさまでした。こってる、やばい。こってことになった、胃の中。なったけどさ、うん、ボーちゃんの顔の方が大概こってりや。そう、爽やか系やと思ってたのに。ないわ、お疲れ、さよなら。なんで鍵開いたらこっちに来ようとした。帰れると思った。なんで鍵開いた瞬間ちょっと反応した。いや、かい、いや、とは止めたんやな思ってそろそろ帰れるな思った帰ろう帰ろう。お疲れ様。お疲れさんです。